よ DLS ポッドキャスト d ポッドキャストでは生徒の安全と将来の健康を第一に考えレッスンを当たり前にをスローガンにダンサーズ・ライフ・サポートの創立者数々のバレエ解剖学の参考書の著者でもある藤愛が元オーストリアの政府認定バレエ学校で10年以上専属セラピスト兼解剖学怪我予防のクラスの講師を務めてきた経験とさまざまなバレエ団のプロダンサーと仕事をしてきた裏話。 最新のスポーツやバレエ医学のエビデンスを日本のバレエ教師でも使えるように実践的なアドバンスにまとめてお届けしております。では、今日のエピソードをお楽しみください。競馬が嫌いな外親です。いきなり競馬と思った人がほとんどだと思うのですが、もしオーストラリア、特にメルボルンのことをよく知っている人だったら、うん、11月だしね、と思うかもしれないですね。 11月最初の火曜日はメルボルンカップと呼ばれる競馬の日です。日本の競馬っておじさんたちが新聞を片手に見てる感じじゃない。私もそういうイメージが強かったので、メルボルンに留学してきた時、メルボルンカップで祝日ですと言われてびっくりしました。Race the Stop's Nation という肩書きがついているメルボルンカップですが、本当に祝日にしてしまうビクトリア州にもびっくりかもしれません。そうそう、こちらでは週ごとに祝日が異なります。 メルボルンカップも驚きですが、オーストラリアンフットボール、AFL の最終戦の日も祝日になります。敬老の日とか、体育の日、日本の祝日の方が品がある気がします。どうして競馬のために祝日になるんだろうか蓋を開けてみると、まあ大きな大人のカーニバルなわけですよ。スーツかアドレス、女性は頭に帽子かファッシネーターと呼ばれる英国発祥の飾りみたいなものをつけます。 もしかしたら英国ロイヤルファミリーの写真などで見たことがある人もいるかもしれません。このようなドレスコードは競馬と貴族の遊びというコネクションが残っているのを感じますよね。メルボルンカップも1861年にスタートしたそうです。日本は江戸時代絶賛鎖骨、絶賛鎖骨中でした。今ね実は鎖骨中って言えなくって鎖骨鎖骨ずっと言ってたんですけど、その部分はもしかしたら編集でカットされてるかもしれません。 どうでしょうファッション雑誌はセレブの服装を報道し、スポーツ番組は誰が何位だったかを報道します。そして、オーストラリアのバックボーンなんて言われるファーマーたちは馬について熱く語ります。お酒がいっぱい出るもんだから、ニュースでは酔いつぶれた若者たちが道端で吐いてる様子が流れます。日本の成人式みたいな感じそして、それを見て大人たちが最近の若い人はと語るわけです。 でも、華やかな世界の裏には、怪我する馬の話もいっぱいです。走るために作られた馬たちは、怪我すると殺されてしまうんです。それがレース中の怪我なら、観客の同情を買うかもしれないけれど、練習中に怪我して、結果命を落とす馬も多くいることでしょう。早く走れるように、馬に負担をかけないように、昔から細い体が良いと言われてきた業界のため、 ジョッキーたちも接触障害やボディイメージの問題が見られるとの報告や研究もたくさん見つかります。うん。ええ。まだ馬の話をしてますよ。まさか古い歴史を持った上流階級の娯楽の裏に昔の美しいと言われるファッションそのままでいることや飲酒や賭けなど中毒や精神的な問題と密に関わっているのにも関わらず関係者や周りの人たちが特別な世界だからと計画しないところ。 舞台裏で見られる怪我や走ることができないだけでなく命さえに影響するのにその部分にはスポットライトが当たらないことをバレー界の比喩として使ってるわけではないですよ。もちろん誰かに負担をかけないように痩せなければいけないと思っていたり、トレーニングの中で体重についてコーチに言われる部分のパラレルワールドを指摘しているのでもありません。 メルボルボンカップのの場合優勝者にはは留学許可ででなく2億円以上の賞金が出るようですから新体操やフィギュアスケートはバレーと似ているというイメージがありますから、そのエリアの人たちが痩せていることに対して恐ろしいほどの執着があったり、そのエリアのコーチたちが体重が減れば上達すると思い違えているという可能性は簡単に考えつきます。でも競馬の話はびっくりしたかもしれません。 残念ながら、痩せれば何でも解決するという指導は、古いスポーツコーチに多く見られ、選手の健康を害しています。選手だけではなくって、コーチだけがなくって、有名どころではナイキ。私がナイキを購入しない理由もここにありますが、話があまりにもずれてしまうので、興味があったら、調べてみてください。痩せれば高く飛べる。痩せれば速く走れる。痩せれば怪我が減る。 このような考え方がスポーツ界でも消えないため、2023年にオリンピック委員会がレッズについてのステートメントを出しました。レッズって何って思う人もいるかもしれませんよね。relative energy deficit in sports の頭文字を取って、RED-S でレッツという言葉で日本語ではスポーツにおける相対的エネルギー不足と訳されます。 アスリートが体験する生理学的及びまたは心理学的機能の障害であり、問題のある長期間及びまたは重度の低利用可能エネルギーにさらされることによって引き起こされると定義されています。エネルギー代謝、生殖機能、筋骨格系の健康、免疫、グリコーゲン合成、心身血管系及び血液系の健康が低下する。 という悪影響だけでなく、認知や記憶、集中力やムードにも影響するため、心身ともに健康状態の悪化、怪我のリスクの増加、スポーツパフォーマンスの低下につながると言われています。今の説明がよくわからなくても、スポーツ選手として、これらは命取りだってすぐにわかるでしょレッズを引き起こす原因が LEA です。またわかんない言葉が出てきたね。 Low Energy Ability Low Energy Availability の頭文字で L,E,A で食事によるエネルギー摂取量と運動で消費されるエネルギーとの間にミスマッチがあり、体の総エネルギー必要量が満たされていない状態。つまり最適なパフォーマンスと健康を維持するための体が必要とする機能を支えるエネルギーが不足している状態。 定義されます。LAD が続くと、レッズを引き起こし、怪我やパフォーマンス低下につながるということ。ちょっと難しい話が続いたので、簡単な話に戻ってみましょう。バレエが上手になりたかったら、練習すべき答えはイエスだよね。正しい練習ができていたと仮定した場合、練習を増やせば増やすほど上達するよね。でも、さっき見たように、LAD はレッズを引き起こします。そして、怪我やパフォーマンス低下につながってしまう。 練習しないと上達しないけど、エネルギー不足は怪我につながる。このジレンマをどうにかするために、ダンサーを食べなければいけません。食べるというのは、エネルギーを補充することができる唯一の方法なんだから。上手になりたかったら、お菓子は我慢しなさい。痩せたら、ジャンプも高く飛べるし、怪我も減るよ。なんて言ってる先生がいたら、すぐにスタジオから離れてください。学校が終わって、急いでスタジオに向かい、レッスンしなきゃいけないという子がいたら、 すぐに食べられて、お腹は重くならないかもしれないけど、ハイカロリーが取れるチョコレートとかは便利なツールになるかもしれないんですから。何よりも出店元がなく、つまりエビデンスがなく、医者でも管理栄養士でも心理師でもないバレエの先生が、ダンサーの食事に対して口出しすることはできないはずです。さっき2023年にオリンピック委員会がレズについてのステートメントを出しましたと言ったけれど、漢字のステートメント内容については話してなかったよね。 ステートメントの中には列の説明やアスリート生命に影響する理由などがまとめてありますが、そこには身体蘇生評価、体重とか体重肪とかを測ることね、は18歳未満では医療目的のみで推奨されます。例外的な状況において18歳未満のアスリートに対して身体蘇生評価が正当化される場合がありますが、そのような決定は慎重に考慮され、 アスリートの健康とパフォーマンスチームでの間で合意を得る必要があり、保護者の同意が必要です。と書かれています。バレーの先生の独断と偏見で、毎週体重を測らされ、みんなの前で言われる、なんてことがあった場合、そのスタジオには二度と戻らないように。オリンピック選手で世界トップのチームやコーチがついている場合でも、原則そして体重測定はしない。 例外で体重測定をしなければいけないことがあったら、選手の健康、チームの合意、そして保護者の同意が必要。だったとしたら、日本のバレエスタジオで勉強もしない先生で、利用チームでもない先生ができるわけはありません。そうは言っても、2024年3月に一時帰国していたとき、日本の有名なオリンピック選手も出している新体操チームのお話を聞きました。 一日10時間以上の練習や体重測定、多くの選手が疲労骨折の繰り返しで選手として出てるそうです。中にいる人が訴えたらいいのに、見て見ぬふりをしている人たちも同罪だと私は思います。もし世界大会のために必要なんですとかっていう言い訳があるなら、どうしてオリンピック委員会の出している最新情報を考慮しないんでしょうかね。まあ、最新情報じゃなくて、ね、もう少しでもスポーツ科学をかじっていたら、 怪我しながらの練習とか、10時間以上の練習とか、体重測定がパフォーマンスの低下につながっていることは知ってるはずなんですが、ちなみにオリンピック委員会は昔からレッズのことは書いてました。今回の、今回のステートメントで初めて18歳以下はするなという文が追加されています。この子たちができる一番のレベルで踊らせてあげたかったら、絶対にやらない行動の一つは、 体重測定だと強く言って、今日のポッドキャストは終わりにしましょう。競馬の話からすごいところまで来ましたが、今日のポッドキャストで皆さんに知っておいてほしいことは次の3つ。1つ目、食べることは悪じゃないよ。2つ目、ダメな先生、スタジオにいるなら抜け出そう。3つ目、知識は夢を守ります。指導者なら自分の仕事なんだから、知らなかっただけでは足りません。 ダンサーは自分の夢なんだから自分で守りましょう。理論的に頭を使って上達していきましょうよ。保護者は保護する役目があるんだから、他の保護者、つまり素人とか SNS の情報、つまり知らない人の意見に流されず、子供たちを守ってあげてください。 DLS ではこうやってポッドキャストでも情報を発信していますがメルマガやオンラインセミナー、来日セミナーなど様々な方法で生徒の安全と将来の健康を第一に考えるバレエ界になるように情報を提供しています。特に今日の内容は多くのダンサー、先生、保護者に知ってもらいたいこと。先生たちはぜひスタジオの LINE などで保護者やダンサーにリンクを送ってあげてください。匿名で応援してくれている人たちは ポッドキャストのレビューや YouTube の該当ビデオの高評価をしてくれると悩んでるダンサーたちのもとに情報を届けることができます。どうぞよろしくお願いします。もうわかってることなんだから変えていけられるといいよね。ではまた来週のポッドキャストでお話ししましょう。ハピーダンセング、佐藤愛でした。